どうも、先日知識検定1級受けてきた芸人のキクリンです。はい、ねえ、受けてきましたね、知識検定1級ですよ。はい、これね、2022年度版受けてまいりました。専門5時間でございますね。それに対する対策動画もかなり上げましたけれども、今回人生2回目の、知識検定1級の受験だったんで、せっかくなんでね、その感想戦を今日はお送りしたいと思っております。まあね、今回も5時間やってきましたけど、今回改めて思いましたね。5時間が苦しいということはない。少なくとも個人的に私はね、やっぱ楽しかった、楽しかったっていう思いが強いですね。まあ今回はね、ちょっとした私のミスもあってね、時間せかされましてね、もう時間が長いどころか足りない足りないやばいって言って、1000問終えた時点で私ね、残り時間2分しか残らなかったですね。昨年は10分以上残せたんですけど、これがね、まあ私のミスなんですけどね。今回ね、このまあ、いつもね、漢検とかで愛用しているね、この細めのシャーペンでいっちゃったんですけど、専門のマークシートですからね、この細めの、言いますよ、言ってきますよ、細めのシャーペンでいくな。で、これね、もう、経験者は語るですね。まあ、当たり前ですけどね、細いシャーペンでね、マークシートをね、1000個も塗りつぶしたらね、まあ、それ時間かかりますよ。で、終わった後に、なんか太めのね、そういうマークシートに使えるような太めの1ミリぐらいかな、これ 0.5 ですけど、1ミリ、下手すり1ミリ以上の、芯の太さのシャーペンで塗ったって人にちょっと使わせてもらったんですけど、めちゃくちゃ早いですね。3分の1ぐらいの時間で塗れました。でちょっと実例でやりますとね、じゃ動画差し込みますか。はい、これが私がやった実際の感じね。時間かかってますね、これがね。まあ、今その太めのシャーペンは持ってないんで、例えばこの鉛筆でね、鉛筆でやったとしたら、こんなに早い。全然違うでしょ。そうなの。これが1000回繰り返したらね、そりゃね、10分20分の差出てきますよね。あと個人的に最初計算間違ったんですよね。最初の30分で100問を終えてなきゃいけないんですよね、時間的には。200問を1時間で終えなきゃいけないからね、5時間だからね。それを何を間違ったか、最初の30分で私ね、50問が超えてるべきだと勘違いしちゃったんですよね。で、最初の30分終えた段階で80問終わってたから、あー、なんか余裕あるじゃんと思って、そっから結構ね、って分かんない問題もじっくり考えちゃったりして、で、1時間経った時点で、あれ、ここで200を置いてなきゃいけないのにって気づいたら170までしか行ってなくて、その遅れた30問が最後までこうネックになりまして、あれ、追いつかない追いつかない、1時間単位で200、400ってなってくんだけど、なかなか追いつかなくて、最後の1時間でやっと追いついて残り2分を残したって感じだったんだけど、最後慌てちゃったんで、やっぱ慌てたせいで読み間違ったね。一番多いのはって聞かれてるのに少ないと勘違いしたりとかね、そういうのが2個ぐらいできちゃったのも、この細いシャーペンでいったのが原因ですから、皆さんぜひ本当太めのシャーペン買ってってください。私が鉛筆を持っていかなかったのは、鉛筆削りを使いたくなかったのと、専門で鉛筆削り使わないとしたら、鉛筆 3,4 本持っていかなきゃいけないと思ったんで、それはどうかなと思ったんで、細いのでちょっといっちゃいましたね。で、内容に関してはですね、難易度は去年とそんなに変わらなかったような気もしますが、どっちかって言ったら難しくなってた気がしますね。で、思ったのは、今まではね、まあ今までっていうか1回しか受けてないんで、まあこのミーハヤとかでよく出るようなクイズというか、クイズ専門の集合体っていうイメージが強かったんですけどね、過去問を見ると。今回はね、より知識検定らしくなったと思いましたね。クイズだったらそこまでは聞いてこないだろうって感じのやつが増えてたね。こういうジャンルが出るってのは分かるけど、そのジャンルのここまで聞いてくるとか、そんなエンタメ性のないとこまで聞いてくるって感じがあったんですね。やっぱクイズだとある程度情報にエンタメ性を持たせると思うんですよね。なるほど感が欲しいから、そのなるほど感がないとこまで聞いてきましたね。これは知識検定って感じがしましたね。そこの知識まで行かなきゃいかんのかいみたいなね。例えば私が得意とするスポーツ問題なんか、その兆候は顕著でしたね。ここが問われるだろうなと思ったとか実際出てたんだけど、そのスポーツのそんなとこまで聞くかいと、そのスポーツ、そのマイナーめのスポーツのその内訳まで分かりませんぜみたいなとこまで聞いてきてましたね。これはもう
今後の対策としては、あ、そこまで行かなきゃいけないんだって感じはしましたね。高得点狙うんだったら。あと私が得意なサッカー問題とかでも、僕サッカー問題ってね、逆に今までクイズ界で、あ、こんなベタな選手名しか聞かれないんだみたいなことをずっと思ってたんですよね。マイナーだったとしてもワールドカップ通算得点王のクローゼ選手とかね、スペインで通算代表得点1位のビジャとか、そのレベルで、普通にクイズ問題としては、マイナーだったと思うんですけど、ある程度サッカーファンである私が聞いたことない系の選手が出てきて、この選手たちはどこに所属してるみたいなね、のがありましたから、ちょっとね、スポーツもんではなかなかこうマニアックなところまで聞いてましたね。あと国際情勢関係もね、時事ネタ予想通りのところは出てきましたけど、あ、それのさらにそんな深いところまで行くかっていうのがありましたね。だからこう過去問やってると、ある程度ジャンルの予想はつくけれども、そのどこまで抑えなきゃいけないのかっていうのはね、ちょっとよりこう読めなくなってきたというか、かなり深いとこまでいかなきゃいけないんだなとは思いましたね。あと今回一番思ったのは、この受験をするにあたって予想会とかをやったんですね、受験する仲間とかでね。あとミーハヤとかで予想問題とか出してくれてる知り合いの方とかがいて、そういうので問題やったりしたんですけど、これがねバンバン当たりましたね。その範囲に関しては出方とかはまた違ったりしましたけれども、まあ当然っちゃ当然なんですよ。専門もあって、時事ネタはその1年の範囲で大体出るわけですから、当然当たったっていうことは、まあ他の検定より当たりやすいわけですよね。専門あるわけですからね、その中に当たったっていうのは出てきやすいんですけれども、この知識検定1級の醍醐味ってもしかしたらそれじゃないかと思いましたね。受けるって決めたら予想します。その予想が他の検定に比べてある意味当たりやすい検定だと思いました。なので受けてる最中に、うわーこれ昨日やったやつだとか、勉強会でやったやつだみたいのを、すごく体験としてはね楽しかったですね。そのまま出たじゃんみたいなね、そういう予想の楽しさというのがもしかしたらこの知識検定1級の一番の醍醐味なんじゃないかと思いましたね。試験当日そのものだけじゃなくて、その前のね、一緒に受ける仲間とかで対策会とかやったりしてね、情報交換とかしたりする中で当たったっていう喜びを一番味わえるタイプの検定じゃないかと思いましたんで、もし次回受ける予定がある方はですね、予想も、一つの楽しみだと、思います。はい、ということでね、まあ感想、ふわっとした感想と、まあ注意点ね、シャーペンのこととかの注意点と、醍醐味について話しましたけれども、私の出来がどうだったかについてはですね、まあ軽めの自己採点はしました。した上で目標点に達したかどうかっていうのは、これはもう帰ってこなきゃわからないって感じですね。まあその出来に関しましてはですね、まあもしかしたらこのマークシートがずれてる可能性もありますしね、まあ、正式な結果が返ってくるのは4月かな、ちょっと先になっちゃうんですけども、そこで目標の800点に達してるのかどうか。そして大事なのはですね、順位ですね。私が今回目標としてる50位ね、前回85位かな6位かなだったんですけども、50位に達してるかどうかですね。なんとなくネットを見る限り、結構猛者たち、毎年上位の猛者たちは今年も受けてるなって感じでしたし、2回ぐらい1位取ってる方は受けてましたね。伊沢さんも受けてましたしね。ということで、点数と、順位は4月のお楽しみということで、皆さんもぜひ、楽しみにしていただきたいと思います。私とね、心の中で勝負してる方もね、そこで、勝負決着つけましょう。まあ、とにかくですね、私の動画をですね、見てくれたって方もね、現地でいましたよ、何人か。あ、キクリンさんの動画、対策動画見て役立ちましたよってね、言ってくれたの嬉しかったですね。見てる人ってやっぱね、その再生数数字としては出ますけどね、あ、実際に見てる人本当にいるんだってね、体感できましたんでね、私が、自分の再生数増やすために見てる、やつがカウントされてるだけかもしれないと思ってたんですけど、ちゃんと見てる人いるんですね。ありがたい。はい、ということで、何を話すか決めないでね、撮り始めたんでね、こういう取り留めのない結果になったのは本当反省すべきですけれども、とにかく今回言いたいことは、知識検定1級は楽しいよ。以上、来年もおそらく知識検定1級受けます芸人のキクリンでした。シャキン。